グランデフットサルパーク武蔵浦和に来ました。ここはですね、なんとトゥーリオの名前も入ってます。トゥーリオの名前がなんで入ってるのか、そんな話も聞きたいと思います。ここでですね、毎日毎日サッカースクールをやっているレッズ OB でもあり、ヴェルディ OB でもあり、大宮アルディジョ OB でもある桜井直人さんです。はい、どうも。ここでね、ドリブル教室、ドリブルをメインにやってんだよね。そうですね、はい。なのでちょっと今日は J リーグでバリバリドリブラーとしてやってきた桜井直人の、まあ、このスクールでやってる練習も含め、はい、ちょっといろいろ聞いていきたいと思うんですけど、はい、いいっすか。はい、ぜひ水さんのお願いということなんで。大丈夫ですか、はい、これトゥーリオの名前があるのは何でトゥーリオなの。よくわかんないです。よくわかんない。はい、トゥーリオが来ることはないの。だけどこの前引退して、はいはい、ブラジルに帰る前に子供たちスクール生のところに顔を出してくれて、はい、いろいろアドバイスしてくれました。なるほどね、はい。じゃあトゥーリオのドリブルレッスンはあるんですか。特にない。特にない。今日はサクのね、ちょっとドリブルちょっといろいろ見せてもらいたいので、はい、よろしくお願いします。では桜井さん、はい、コーンがずらずらずらっと1、2、3、4、5本か、まあ、ありますけども、どんなのやってくれるんですか。そうですね、まあ、僕基本的にあのドリブル中心で指導させてもらってますけど、うん、いろんなフェイントとかありますけど、何よりも大事なのは相手との距離をすごい大事にしてて、はいはい、なんでそのカーす前のいい持ち方というか、やっぱそれができないと、どんないくらいいフェイントの練習したって相手をうまくかわせないっていうことがすごいあるので、あのそのかわす前の相手の距離を保ちながらいい持ち方っていうのをやっていこうかなと。はい、はい、ではまず種目目は、はい、まあ、コーン並んでるんですけど、まあ、コーンを相手だと思って、うん、あのイメージしてやってほしいんですけど、はい、まあ、利き足でボールをさらすというか、はい、距離を保ちながらいい持ち方です。ちょっと1回やってみます。はい、はい、相手を見ながらゆっくりでいいのでどう？そのまま過ぎちゃうんだ。なるほど。このコーンがディフェンダーという意味で。そうですね。で、まあ大事なのは相手をやっぱしっかり見る。それと常に右足、僕右足ですけど、右足の、まあ、常にそばに。このタッチが強いと左足の方に行っちゃうんで、次かわすときにちょっと難しくなっちゃうので、常に利き足のそばに置くっていう。でもう一回。はい。ながらサービス。なるほど。ボールが自分の利き足の近くにあることが大事なのね。そうですね、はい、あと間合いね、はい、で、それをある程度できるようになったら、まあ、次2種目目、相手を押させないためにちょっとステップを入れる感じで、うん、はい、さらしながらステップ、これも利き足の方ですね。ワンステップ入れるだけで、はい、相手が飛び込んでこない。なるほど。そんなステップも俺やったことねえな。そうですね。見たことないですね。うん、次は実際ちょっとかわしてみる。はい、コーンのところ、コーンの前で、いい距離を保ちながらかわす、さらしてかわす、でそのまま今度は斜めに行ってかわす、一回止めてもいい、かわしたって一回止めてもいい、はい、よし、アウトでかわす、かわす、かわす、なるほど。で今はまあ、利き足右なんですけど、右にかわしましたけど、今度じゃあ逆にかわす、逆、はい、アウトで押し出すとこまで一緒なんですけど、足の裏でキャンセルしてこちらにかわすで、ダブルタッチ、お、アウト引いて距離取ってからアウト、何気なきゃってけど、結構これ何年生ぐらいができる。1年生から中学生までやらします、ね、もうでも小学生低学年でも毎日やってるとこれができるようになってくる。自然となんかこうやって相手が近い時、この距離だと時にこうやっていい持ち方ができるようになって、うん、結構かわせるようになりますよね。なるほどね。でまあそれをスピードアップすると
して引いてダブルタッチ。いいね。はい、もう一回やってみこうから。もう一回いきますか。さらして引いてダブルタッチ。さらして引いてダブルタッチ。まあこういうプレーはサッカーよくやってるもんね。実際。今4種目ぐらいやりましたけど。はいはいはい。まあ、こんな感じでまずは何ですかね、このいい持ち方、相手をかわす前のいい持ち方っていうのをできるようにしてほしいな。なるほど。いい持ち方、いい距離感から最後は仕掛けて抜いていくと。疲れてんじゃん。疲れてます。44歳。いい持ち方にこだわってんのね。そうですね。いくらどんなフェイントとか練習してても、うん、距離感が悪かったり、いい持ち方できてなかったら絶対うまくかわせなかったり奪われたりするんで、うんうん、まずはそこ大事なのかな。じゃあまあ一人で練習するときなんかもこうやってコーンとか、まあ何でもいいよね。そうですね。別にこんなコーンいらないし、3つとかでも全然。はいはい。じゃあ今度はちょっとそのドリブルからシュート。そうですね。じゃあシュートまでリアリティ持ってやってほしいんですけど、このコーンはありますけど自分のタイミングでいいので、まあさっきやったいい持ち方からカットインしてシュートまでっていうのをちょっとやってみます。はい、はい、ゆっくり持って、これは一緒です。自分のタイミングでいいので、えい、シュートが入らないのはしょうがない。5つあるけども、それどれとかじゃなく自分のタイミングで見ていって仕掛ける。はい、より安全に近くまで行ったね。ちょっと試合のイメージも、はいはい、持ちながらできると思うんで、まあ、シュートまで行くのもいい練習になると思う。うん、はい、サクはさ、はい、小さい頃からドリブルばっかりやったの？もう基本ずっとそうですね。プロまで。こういう感じ？いや、まあ、こうなるとただジグザグ。うん。親父の飲んだ空き瓶ビールそれを道路に家の前に並べてそこでジグザグとか結構やってました。うん、やっぱジグザグは基本なのかな。まあそうですね、自分の思ったように扱えるようになるっていう意味では絶対必要な、まあ、基本的な練習ですけど大事なのかなと思います。これがじゃあドリブラー桜井の生まれたルーツなんだね。まあそうかもしれないです、ね、でもさ、リフティングとかもうまいじゃん。リフティングはいや、引退してからすっごい練習しました。おお、おお、すごい。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。ああ、西野太郎。